実は今日は緊急特別放送ございます。長野電鉄八代線廃線の危機ということで、実は昨日ですね、松代の文化ホールですね、長野電鉄八代線存続住民集会が開かれました。この中でですね、千葉県のいすみ鉄道の鳥塚社長さんですね、お迎えしましてご講演をいただきました。そんなこともですね含めまして今日はお話ししていただけるんじゃないかと、こんなふうに思っております。パーソナリティはですね、私ども広報部長の加山敦美さんです。それでは加山さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今、水沢さんの方からお話にございましたように、しゃべくり町の特別緊急番組ということで、長野電鉄八代線の廃線の危機ということでですね、特別番組を組ませていただきました。今日はゲストにですね、八代地区住民協議会の八代線存続対策部会の部会長中島哲夫さんにゲストにお呼びしております。中島さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。また八代高校の生徒さんもですね、ご参加いただいておりますので、後ほどインタビューなどをお話伺えればいいかなというふうに思っています。中島さん、いよいよ昨日はですね、すごい集会でしたね。おかげさまで、約350名の方がお見えになりまして、本当に盛大に、集会ができました。本当にありがたく思っております。なんかお聞きするところによって、2月の2日の日に、その八代線の存続に関わる協議会が開かれるということですけど、どんなあれなんですかね。11月の25日の第10回のですね、活性化協議会で、突如ですね、この3案の方向性が、市の事務局の方から、提示されまして、私どもすごくそれについては、驚いたわけなんですけども、この時は、多くの委員の皆さんが、反対をされたというか、結論が早すぎるではないかというような、話がありまして、一応先送りになりました。しかしこの2月2日のですね、第12回の活性化協議会では、どうしてもその市の方でも、存続する、あるいはバス代以外にしても予算付けが必要だというような理由から、多数決でですね、その3案のどれかを決定しなければならないというようなことになりました。そうすると、もし第2案、第3案のですね、バス代替というような結論が出てしまいますと、せっかく盛り上がってきた存続運動、これが具体的にですね、実現しないということになってしまいますよね。そうですね。本当に去年1年間もいろいろなイベントやら、それから、電鉄の写真展やら、それから、存続その街のですね、松代駅の環境整備やら、いろいろやってまいりましたけれども、その中でのね、突如の話なものですから、私どもとしてはどうしても第一案のですね、実証実験を継続していただかないと、次の運動ができないという状況です。ですから第二案、第三案に対しては強く反対をしております。今のお話の中で、昨年度行われましたこういったですね、展示会ですかね、昔の写真などを、そうですね、昔の長野電鉄さんの歴史の中のいろいろな写真を展示してですね、住民の皆さんに意識を、雇用をですね、図っていただくという企画の中でした写真展でございます。やはり1年目というんでしょうか、この危機が叫ばれてから、まだ日数が少なくてですね、住民の皆さん方に浸透するまでには至ってないような感じもしますよね。そうですね。自分たちの運動がですね、いかに住民の皆さんに意識徹底できるかということについては、いろいろ考えたんですけれども、なかなか、意識が、高くならなくて、意外に皆さん冷静というよりは、なんというか、熱意が一向に感じられないというようなことも、言われております。ここに来て昨日の集会でしたけども、350名ですとか、いうようなことでも、非常になんか盛り上がったような感じがしますけど、そうですね、おかげさまで、
いろいろな広報を、ね、しまして、あるいは区長会を通してですね、はい、皆さんにおいでいただいて、この八代線が廃線の危機にあるよということを、少しでも住民の皆さんが危機意識を持っていただくということが、このような形で皆さん参加されたんではないかなというふうに思います。はい、その中で随分とあの、千葉県の泉鉄道ですかね、はいはい、その社長さんの方からその泉鉄道の存続に向かっての、はい、努力というんですかね、はい、非常にいい話も出たような感じ。そうですね、今まで、私どもが存続に向けてどんなようなことを具体的にやろうかということを考えておりましたけども、なかなかいい妙案がありませんでした。しかし、昨日のですね、中でいすみ鉄道の鳥塚社長さんからのご講演を聞いてですね、本当に、目から鱗がというような感じで、なんか全く違った発想、考え方というか、そういうものをご講演されたことについてすごく参考になりました。はい、これからの存続運動の中にですね、しっかり生かしていかなければいけないかなというふうに思っております。なんかお話の中にあのワンコインっていうのは、はい、話もございましたよね。そうですね、まあ、あの住民の方一人一人からですね、500円ワンコインを、まあ、あの寄付というよりは、それをですね、存続の一つの形として、お出しいただいて、はい、それをまとめてですね、電鉄さんもお持ちして、ぜひこれで存続をお願いしたいという、はい、要は住民の皆さんのですね、うん、熱意という形を示さないと、はい、なかなか存続についての継続は難しいんではないかなというふうに思います。はいはい、それとまたあのまだまだその八代線の存続のための努力、はい、してないじゃないかと、これからじゃないかと、はい、いったような話もございましたよね。そうですね、本当にあのきついお言葉をいただいて、はい、まあ、これからこれを集会をですね、一つの決起として、はい、さらにあの住民の皆さんに、危機意識を持っていただいて、盛り上げていきたいというふうに考えております。はいはい、なんかあの社長さんのお話をヒントに随分やることがいっぱいありま、はい、ありますね。そうですね、はい、まあ、あの自分たちができること、要は住民の側から立った、はい、中でのできることをまず考えてですね、例えばファンクラブというようなお話もありましたけれども、はい、そんなようなことを考えながら、まあ、住民の皆さんにお願いし、ご協力いただいて、ご理解していただく中で進めていきたいなというふうに考えております。はい、あの地元住民が乗るだけじゃなくてですね、はい、首都圏の観光客を、はい、そうですね、あのやっぱりこう掴んで、はい、ファンを作ろうと、はい、あるいはまたもうどんどん若い人たちに来てもらおうと、はい、いったような発想ですかね。そうですね、はい、なんか可愛い電車の旅みたいなですね、はい、そんな取り組みをこの泉鉄道ではやってらっしゃる。そうですね、はい、地元の有名人がいないですかなんてお話があって、はい、まあ、真っ白からじゃあ有名人っていうとなかなかこうやって出てこないんですけども、はい、まあ、それでもいろいろと住民の皆さんから、いいお話を聞いて、はい、なんとか、有名な方どなたか来ていただいて、はい、真っ白駅の待合室か何かでね、はい、撮影をしてそれを広報して引きたいというふうなことも考えていかなければいけないかなというふうに思います。はい、まあ、本当にね、若い女性の方がですね、ちょっとしたきっかけで大勢、都市園から見えれるというようなお話もありましたので、はい、なんかそれを一つの形にしていけばなというふうに思います。はいはい、またあの中学生高校生さんの生徒会の会長さん方ですね、はい、まあ、非常に素晴らしい発言をされてました、ね。はい、本当にありがたい発言をされて、私ども、まあ、なんとか、高校生中学生のためにですね、存続をした運動、しっかりした運動をしていかなくちゃいけないかなというふうに感じております。そうですね、はい、今日はですね、ちょうど真っ白高校 の、ね、あの生徒さんも駆けつけてくださってますね。はい、ちょっと二本松さんインタビューをお願いできますか。ね、はい、はいはい、もうちょっとこっちに来てください。じゃあよろしく。生徒会長の村原会長が、お話をされましたけれども、ね、加山さんね、実はね、もうすでに一昨年から公共交通のことにつきましてはね、取り組んでらっしゃるんですよ。で、篠ノ井までのバスがあるんですが、
そのことについても取り上げられまして、廃線ならずにですね、今まだ存続していると、これも演劇のおかげかなと思いながら、今日は顧問の、瀬田先生から、はい、その辺をちょっとまたお話をお伺いしたいと思います。どうぞ。はい、やはり公共交通っていうのは大事なものですから、できるだけなくしたくない。そういうことがあって、やっぱり生徒自身にもこう考えてもらいながら、まあ、訴えかけていく一つの手段としてお芝居にしていく、まあ、共感を得ていただけるようなお芝居ができればいいなと思って、はい、まあ、実際は台本自身は彼女が書いてきましたね、はい、松下さやかと言います。松下さん、はい、脚本家もう俳優をやる。いや、しません。そうです。バスの時には何か交通課の方からも何か依頼があって、バスの廃線を訴えたものを、県の交通課の方がご覧になってて、県民集会の方へ、はい、ぜひ公共交通のことでお芝居をやっていただけないかというご声かけをいただきまして、昨年8月の県民集会にうちの演劇部を出させていただきました。そうですか、はいはい、その時に八代線の廃止反対というお芝居を作ったわけです、はいはい、どんな内容で大筋、まあ、ご覧になった方もおいでになるかと思うんですが、まあ、登場人物はおばあちゃん2人とあと車掌さんと、まあ、列車を動かす人と高校生1人っていう人数がもう松代高校少ないんで、人自体が少ないんで、でまあ、その少ない人数で始めて、で何でしょう、高校生が部活とかの帰りに電車に乗ってさあ家に帰ろうとしてたら、その電車違う電車で、でその時になんか妙なおばあさんたちが2人乗ってて、で妙な車掌さんたちに絡まれて、電車の大切さを話しながら終点に行くっていうお話です。はい、終点はどこなんですか？終点は黄泉の国っていう世なんですけど、で、まあ、その一歩手前で高校生さん降ろされるんですけど、はい、で終わりです。あ、はい、やっぱりあれですかね、そういうのっていう生活の中で、そうですね、私も高校時代八代線にお世話になっているので、やっぱり生活の中にこう当然あるものとしてね、行かなければいけないものだと思うんですよ。原風景だと思うんですよね。そういうものがこうなくなってしまうっていうのは本当に寂しい。で、なくなったものを復活させるのはまたこれエネルギーがいることなのでね、やっぱり日常生活にあるものとして運用していくのが一番いいんじゃないかなと思います。去年もね、加山さん住民集会でそんなようなお話もありましたですね。そうですね、乗って残すのも当然のことなんですけれども、はい、そういった原風景、こういった維持もね大事だろうということで、今年は80だから誕生日が来ると89歳ですかね、厄年ですかね、こんな時にそんな変な話をねしてもらっちゃ困るとね、なんとかやっぱり100歳くらいまではね一つの節目として迎えてお祝いをして、それからねさらにまた、発展をしていくようにね、みんなでね応援していきたいと思います。よろしくお願いします、加山さん。はい、はい、そんなことで、はい、ありがとうございます。はい、します。まあ、非常に心強いねお話を高校生の皆さん方から、また先生からもお話を伺いしました。中島さん、その演劇を見ていただいたんですね。はい、私も県民大会に、参加しというか、行きまして、松代高校の生徒さんが演劇をやられるということで、すごく、この八代線存続のために、頑張っていただいてるなという感心をいたしました。はい、いよいよそうするとあれですね、今後のこう見通しっていうんでしょうかね、はい、どんな形でこの松代、この沿線沿い、はい、八代線沿線沿いの魅力を高めながらですね、はい、いかに乗っていただくような方策を考えるかということですよね。はい、そうですね、はい、まあ、一つどうしても皆さんにお知らせしなくちゃいけないことは、昨日の集会でも申し上げましたけども、まあ詐欺のシンポジウムである大学の先生がですね、八代線が廃線になれば地図から真っ白がなくなりますよと、こ
これを強く言っといでになりました。本当に大正11年からですね、マセロの玄関口あるいは観光拠点という形でですね、90年マセロのためにですね、多くの方が、利用されてきたんですけれども、鉄道があるから地図にマセロという地名があって、現在、これ高速道は長野インターでありマセロインターではないんですね。ですからマセロ駅がなくなれば地図からマセロという地名はなくなります。本当にどこへ行ったらマセロ観光地マセロというのは行けるんでしょうと、こういう感じではないかというふうに思います。そのためにも絶対存続をしていただかなければ、このマセロの駅からですね旅立ったというのではなくて、都会の方へですね行かれた方たちなんかは本当に、どこへ帰っていったらいいだろうというようなふうに思います。そうですね、非常にこの2月2日のですね、はい、結論ぜひの実証実験、はい、やってもらいたいですね、残してもらいたいということですよね、はい、本当に松代から、駅がなくなってしまえば、はい、日本の地図から松代が消えてしまう、はい、大変なことですね、これ。そうですね、本当に危機感を大いに持ってですね、はい、住民の皆さんにですね本当に協力していただいて、なんとかじゃなくてぜひですね、はい、存続をさせなければいけないというふうに思っております。いや今後またますますね頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。でこの3月から4月にかけてはですね八代線を乗ってですね、はい、ひな祭りというのを、はい、北ひなのひな巡りと、はい、いったようなものを今計画してるんですね、はい、でこれは八代からですね、松代、須坂、小布施、はい、中野、湯田中、この6都市を結んでですね、はい、1ヶ月間ひな祭りやろうということで、はい、計画をしてるんですけども、まあ、こういった取り組みもですね、はいはい、先ほど言ったとその観光としての、はい、八代線の活用といったことにもつながっているかと思いますね、はい、ちょうどこういった形でですね、ぶらり北信濃のひな巡りといったようなものもこれから計画されて、はい、今回初めて八代の方もですね、参加してくれました、まあ、ぜひこういったことも成功の中でですね、はい、導きれながらより一層八代線が活性化するようにといったことで、はい、お互い努力していきたいですね、はい、お願いいたします、はい、ありがとうございます、今日は本当にお忙しいところから続けていただきまして本当にありがとうございます。今後ますますご活躍を記念いたしております。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は大変特別番組ということでですね、緊急で番組を組ませていただきました。八代線存続に向かっての緊急特別番組ということで皆さんご視聴見ていただきました。本当にありがとうございました。ぜひお力添えをよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは終わります。失礼いたします。